はい、皆さんこんにちは。魔法信じるガの時間です。今週がね、3本撮りになったんですけど、まあその中の最終ね、またあの後で撮るかもしれませんが、でね、今日は、実を言うと NHK の番組の2本目を見た、これはなぜかって言ったら、野望ってやつでね、そうそう、ジュニアの、まあ、ジュニアから上がったっていうのは3人、あの主役は三井明美、みっちゃん、ね、それとジョン・アッカードとトーマスかな、3人に焦点してね、台湾ロケやったりキャッスルロケやったりすごい番組だったで、見て、まあ、要するにさ、シュート君が作った番組、いい番組作ったし、これもシュート君が関連してるからあれなんだけど、まあ自分もね、お聖子だし褒めちぎりたいのは当然なんだけど、ダメ出しをしようかな、今回はもう最高だったけどね、ダメ出しをしたい。で、この番組見た人もいるんだろうし、まあ、会員さんは見れるんだろうしね、企業の会員さんは見れるんだろうけど、これについて言いたいと思うのは、みっちゃんのやってる演技っていうのは今の昔のシュートの作品なんだ、もちろん俺が関与したね、でこれはいいんだよ、もう次はこれもうシュートが使わないやつこれ使いなさいって言うんで、俺がグループフルーツだとかさ、そういうのをさ進めてやるやつかな、お下がりとは違うんだけどね、ところが、じゃあ当時24歳当時のそのグレープフルーツと今のみっちゃんのグレープフルーツどっちがいいか、これどっちがいいって簡単なんだ、昔のシュートの方が全然いい、そうだね、どうしてかってことを考えて、これね、俺悪いね、シュート君ね、誰が教えたか、俺が教えたからできた、だけどシュートが教えてるように見えてるんだけど、実は教えてないんだよね、大事なとこね、表情の変化とかそういう話をして、表情を、それは俺が言ったことだな、表情の変化をこうやる、ところがシュートが教えてて表情が変化してないんだよ、そもそも、だからそこにあった表情ってのは、役者の持ってる表情をどういうふうに研究するかってことなんだけど、そこが生きてなかったから、やっぱダメだったら見て、で結局ね、いろいろ見て、台湾の時のジョン・アッカードかな、それも台湾のコンベンションでやった時の演技もそうなんだけど、やっぱり空間を生かしてる考え方も間違ってた、明らかに間違いだ、で遠くの人にはコインはちっちゃいよねって、これは嘘なんだよ、要するにチャック・ヘインは1000人の前でジプシースレッドやるんだよ、なぜかって言ったら、イマジネーションというのは人間の目と脳をズームさせる力があるの、これがすごいの、人間というのはね、でこの理論はまだ彼は分かんないんだろうけど、要するにズームするから、映画を見た時に最初は見ると映画館がいて人が見ていてね、枠があって、それが枠が消えるでしょ、消える、ね、確実に映画の中に入っちゃってる、これなんでなるかってことを分かんなきゃいけないのね、だから人間の脳っていうのと目がどういう役割をしてるかってことを分かんないと、それは説明できないの、だから見た時に、これ教えるのは良くないなと。だからジョンは台湾で3位あったかな、あの3位は特に演技は良くなかった、でやっぱり仕方がない、3位をおまけでつけてくれたぐらいだなと思ったな、テレビが来てるからって、やっぱりね、本当にマジシャンをうまくするにはどうしたらいいかってことは、素直ちゃんを教えてって思ったことで、まあ、素直ちゃんのお母さんにしてみればシュートボロクソなんだけど、まあいいやな、それはな、でとにかく重要な問題っていうのは、ゴールを何に見てどうやってものを教えるかってことが大事なんだ。で素直ちゃんだって、今合格したばっかりだからそんな経ってないから自由にやって遊ばせてあげればいいけど、本人の良さもお母さんも何もまだ分かってない、本人の本当の魅力とかね、俺は西尾真央ちゃんという子を教えてて、やっぱそれをいろんなことを痛感して、やっぱり育つ人間っていうのはひよこ100匹いたら1匹しかいないなと、もう本当そう思った、だからやっぱり何でもそうだ、生き物でもね、種付け用に残されるものっていうのは1匹か 2匹で、あとはみんな食われちゃうわけじゃない、牛でも馬でも、馬は食うかどうかじゃない、豚でもね、だからやっぱりそういうものを本当にいいものを育てるために何をするかっていうことをやっぱり錯覚して教えてるな、魔法信じるか全然言ってないね、言ってないよ、なんかすごい長いなと思いながら、長いな、4分経っちゃったいやでね、結論から言うと、手を覚えたときにその後何をするかってことで、目的が何かってこともそうなんだよ、で客が見れる見れないと、でただ練習の後にみっちゃんがパーラーでやった演技は成長してた、その最初の頃よりも、ところが成長はしてたけど間違って覚えてることがいっぱいあるね、慣れてはやっぱダメなんだよ、だからシュート君はやっぱり修行してた時つらかったと思うよ、ボロソンダメ出しされるから、だからめちゃくちゃに言われてダメ出されるから時々いなくなっちゃってさ、家出しちゃうこともしょっちゅうあったよね、そのうちでもやっぱりさ、マジックが焦らないで戻ってくることがあった、いろんなことがあった、だけどやっぱりさ叩き直したんだよ、一つ一つを、手の動きから目の動き、それがないと、で昔表情がどうのこうのって言われた時、6個の表情がなきゃダメだと、1個考えろって時に5個目を
考えたら深井さん、深井広松さんの表情と同じだったの、うんうん、だからすごく怒ったんだ、なんだお前人の真似してって言ったら、いやでもないんですって言うから、そうじゃないだろ、喜怒哀楽っていうさ4つの表情に対して、それ以外にマジックのサプライズの表情があって、もう一個は自分なんだよ、その表情を研究してそれを組み合わせる。だからシュートの自然なように見えてる表情っていうのは全部あもうなんだはめ込んだパズルの表情だ、うん、でいいの、うんね、役者ってそういうことなんだよ、うん、だからやっぱりさハリウッドのいい役者がすごいなと思うことってのはさその表情のさ一つ一つの動きの繊細さ、すごい繊細だよね、うん、これね俺次のねジョリーに首ったけの時にね話そうと思ってるんだけど、うん、いつも死んじゃう役のおじいちゃんがいるの77歳のね身長2メートルなんだけど、うん、あのおじいちゃん、うん、そんな高いんだ、あのおじいちゃんは細かいんで表情がものすごいよ、だから新役にできてる ね、うん、そういうのがあって、うん、やっぱりねあのその表情の作り方が大事なんだよね、なんだっけ、うん、あのほら魔法にかけられてる女の子のあブークナの表情もそうだし、あそうだから子役のすごいね、子役でもさ、うんなんかこう嬉しいけどでも本なのみたいなの表情とかさ、だからねそこら辺が日本の子役っていうのは一つの表情できれば OK になっちゃうから、例えばあのなんかパシフィックリムの時にすごく有名になった、うん、あの芦田愛菜ちゃん知らないけど女の子いた、うん、あの子は泣きがうまかった、うんそうだね、だけどその後なんであの声がかかんないかってそれ以外ないから、なるほどね、ところがね他の例えばいろんな映画見た時の子役たちの表情の豊富さすごいでしょ、いやすごいと思う、うん、だからマルシャンでなんでシュートがあれだけ一流になれたかっていうのは技術なんてのはそんなにうまくないんで実はシュートは、うんね、よくうまいって錯覚するけど要するにアクロバティックな技を練習してるだけで技術がうまくないの、ただ問題なのはあの表現方法っていうのがとてつもなくあの鍛えたから、うん、だからうまく見えちゃうんだよすごくね、背筋がこう、例えば俺なんかもそうでカードを当てるメンタルの時なんかはその瞬間に絶対的に誰もが超能力としか思えないような表情を作れるの、うん、知ってるから自分の能力を、うん、だからなりきれちゃってるわけ、それができればあのいいものができるんだよね、うん、だから正直言ってそのみっちゃんあのすごく頑張ってよくやったんだけど前より全然良くなったよ、うん、だけどまず重要なのは教わってることに大きな間違いがあることはみんなは分からなきゃいけない、でシュート君はすごく成長したけどまだ教えるということに関しては成果が出てないし、うん、うんまだ無理じゃねえかな、まあ、これからね、だからレクチャーオブザイヤー取れないんだよ簡単に言えばね、うんうん、だからあの何でもそうなんだけど俺だって6月にやるレクチャーのこといっぱい考えててさすがに今回スケッチブックのプレート用意しようかなと思ってるの、うん、説明の時に、うん、要するに表現方法が多ければ 多いほどいい、ねそうね、自分の英語の自慢大会じゃない、ね、資料があればなんか素直ちゃんがあのみっちゃんの英語ダメ出ししてたらしいんだけど、ね、当たり前だよ、うんまあ、だってネイティブとねやっぱりこう、うん、日本から来た人たちが、うん、だからやっぱり僕らが学ぶ時に何をどう学んでどこまで狙っていくかってことが大事で、うん、そこら辺の要するに論理が全部できてるメソッドができてるのは残念だから日本で俺だけだと思うから、うん、あと誰もいないと思う、うん、そのメソッドがね、だから習得が生まれた、シュートは手じゃないんでそこだけものすごく教えた、うん、視線の動き方とか表情とかね、うん、最初忘れてねみんな忘れてないね、シュートね口がきっぱなしで双子が出っ張った喋り方をしてて手はできるけどって言われた時代があったでしょ、うんうん、全然違うでしょ今、それでも今下手になってる、あと間の使い方みんな同じまで伸ばしちゃってるとかね、うん、これは今のシュートもそうだしみっちゃんもだね、だからグレープフルーツの演技をね例えば昔のあのトロトロなんかで見比べてほしいんだけどやたら時間がない一つの演技であんな長くていいの、だから要するに、なんだろうリバーもそうかな長くなってるんだよ、要するにロープも長い、要するに溜めてる部分がどんどん長くなっちゃう、ね、溜めるとその時にはあの反応があるから、でも溜めていい場所は1箇所2箇所でしかないわけ、だからコインアセンブリなんかでもう細かいところなんだけどみっちゃんのアセンブリ見るとあここ溜めない方がいいのなんで溜めてんだろうな、そういうのあるわけ ね、うん、ね、要するに映す、そして目の移行の仕方とかそういうのもあって、うん、これはね俺夏かなんかに直接誰かに指導してあげたいんだけど、ねうん、その代わりあの気に来る人は分かんないと俺疲れちゃうから、うん、要するにもうそんな気もないんでね、要するに分かるつもりで来なさい、うん、やっぱり本当に上手くなるためにはどうしたらいいかって、上手くなったらね世界変わるんだよ、うんうん、やっぱりあのなんだろうな、どんなやってもダメだって人いるでしょ、あの喋りが下手だったらダメだとかさ、もう喋りもそうなんだけど喋り以外の表情も含めて全部あってワンセットだと思う、うん、まあそんな感じでちょっときついけどね、あの褒めてるばっかりじゃしょうがないので番組見た時にああ教えるの下手だなってなんだこれって思ったんで話したんです、難しいね教えるのね、そりゃそうだよ、でもみゆちゃんちゃんと教えて素直ちゃんを合格したんだまあそんなことで、ね、また来週
では、この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。